アルフレート・ポルガーは、ウィーンで活躍した、ジャーナリストを批評家。カフェ文子の一人でもある。本名はポラク。ターゲブーフ1924年7月5日、ゴー・アルフレート・ポルガーは1873年、ウィーンのレオポルト・シタットで、ピアノの塾を経営していたヨーゼフ・ポラクの子として、生まれた。高校と、職業学校を卒業した後新聞社に記者として、入社。 文芸欄も書くようになり、演劇評論家として高く評価されるようになった。同時期のウィーンの文学者、シュニッツラー、ホーフマンスタール、ペーター・アルテンベルク、エゴン・フリーデル、批評家、カール・クラウス、音楽家、ブルックナー、マーラー、画家、クリムト、建築家、アドルフ・ロースなど、文化人、芸術家の多くは、カフェハウスに出入りしたが、ポルガーもそうした一人であった。 1905年、ポルガーは、ヨハン・シュトラウス二世のオペレッタにちなんで命名された、カバレット・コウモリの管理者の一人として働いた。共同管理者は、エゴン・フリーデルであった。風刺劇、ゲーテの擬曲を、フリーデルと共同で表し、これは全ドイツ語圏で評判を呼ぶこととなった。この時期のポルガーは、ユーモアと基地にあふれた三文を数多く残している。 第一次世界大戦を迎えて時代批判的な傾向を強め、週刊誌、ベルトビューネや民主主義の偉大な投資の一人と呼ばれたレオポルト・シュバルツ・シルトが編集長も務めたターゲブーフ氏によく寄稿した。1929年にエリー・ゼローウィと結婚。1933年、ウィーンを出発して、プラハ、パリ、チューリヒを転々とし、 第二次世界大戦ではアメリカに亡命した。ハリウッドでは大本作家として MGM で働いた。1943年にはアメリカ市民権を得てニューヨークに住み、1949年にはヨーロッパに戻ってチューリヒに定住。1955年、ド地で亡くなった。ウィーンのカフェ・ゼントラルの内部、カフェ分史の一人でもあったポルガーは、 ウィーンのカフェハウスについても多くの言葉を残している。カフェゼントラルは孤独の死後戦場、北緯ウィーンに位置する。その住人のほとんどは人間嫌いと人恋しさが講じるあまり、一人でいることを絶望しつつ、仲間を求めずにはいられないのである。これは時にカフェゼントラルの理論と称されるものである。10年来、二人は毎日カフェハウスへ行って何時間もじっと座っている。 素晴らしい結婚だって、とんでもない。素晴らしいカフェハウスなのだ。評論集としては、この機会にがある。戯曲の代表作、ゲーテは1908年の作品。また、短編小説、スミレの君は、心に残った話、ウィーン世紀末文学戦に集在されている。没落貴族の男が意地でもダンディを通す話として、 日本でも完備で優雅な家品として知られている。ありがとうございます。